はい、このオープニングを見てドキドキしちゃう人も多いんじゃないかな。まず最初は RPG の横綱と言っていいかもしれない、ご存知ドラゴンクエスト5天空の花嫁。今回は幼年期の主人公が父親と旅に出るところから始まる物語。スーパーファミコンの特性を生かしたさまざまなビジュアルシーンがよりストーリーを盛り上げてくれるわよね。屋外を歩くとほら遠くにお城も見えてる。そしてこんなトラップも登場。カジノには今までのスロットマシーン、闘技場に加えてこんなコミカルなスライムレースも。かわいい。パーティーの移動は馬車だけじゃないのよ。ほら空飛ぶ絨毯、乗り物もドラゴンクエストの楽しみの一つだよね。そして今回の最大の話題は、なんといってもモンスターを仲間に加えることができるというシステム。はい、これでイエティ君仲間になったわね。バトルシーンで魔法を使うと、わーって、スーファミになったおかげでサウンド、グラフィックともびっくりするほどパワーアップ。とにかくやればやるほどハマっちゃうこと間違いなし。やっぱ RPG はドラクエしかないよね。